ビスワ・オーデル攻勢は、第二次世界大戦の東部戦線において、1945年1月12日から2月2日にかけて、ソビエト赤軍がドイツ軍に対して行った攻勢である。この作戦に勝利したソビエト軍は、ビスワ側からドイツの首都ベルリンの東 70km のオーデル川下半まで進撃した。バグラチオン作戦の成功に引き続き、 ソビエト第一白ロシア戦線は1944年7月27日から8月4日の間にビスは川西方に3つの共闘法を何とか確保した。ワルシャワは目前となったが、ワルシャワ放棄が発生した1944年8月1日以降、ソビエト赤軍はこの体制のまま活動を停止する。第一ウクライナ戦線はリボフサンドミール作戦の間、 サンドミエッシュで、さらに共闘砲を大きく拡大していた。攻撃にあたって、ソビエト赤軍は三つの共闘砲で、ドイツ軍を上回る、大量の軍需物資、将兵を集結させた。ドイツ陸軍参謀本部東方外国軍下で、大祖情報活動を担当していた、ラインハルトゲーレン少将は、この事実をつかみ、陸軍参謀総長、ハインツグレーリアン上級大将に報告した。 グデーリアンは危機が迫っていることをドイツ総統アドルフ・ヒトラーに進言したがヒトラーは彼らの情報をソビエト赤軍を上辺だけの強さとしてジンギスカン以来の最も大きな詐欺であるとして知り添けた。グデーリアンは防衛のための必要な人員を得るためにクールラントポケットに閉じ込められている北方軍集団をバルト海経由で撤退させることを提案したが ヒトラーはこれを拒絶した。その上、ヒトラーは、春の目覚め作戦を支援するために、予備戦力である、第 6SS 装甲軍をハンガリーへ移動させるよう、命令した。ソビエト赤軍の2個軍が直接関係しており、第1シロロシア戦線は、ワルシャワ周辺と南方のマグヌシェフ共闘補、プワビ共闘補を確保していた。一方、第1ウクライナ戦線は、 三度エシ主教徒法を確保していた。作戦のためにジューコフとコーネフで合計で163、師団を抱えていた。配備この地域では、英軍集団がソビエト赤軍と対峙しており、ワルシャワ東側からビスワ川沿いに、南へ三側合流地点までを防衛していた。その地点では、戦線が安うから、南へ続く前に、 バラヌフ・サンドミエルスキ地区のビスワ川を越えた地点に、ソビエト赤軍の大規模な共闘歩が存在していた。軍集団には3個軍が所属しており、ワルシャワ周辺に第9軍、ビスワ川のソビエト赤軍のバラノフとし部に、相対するのが第4位総攻軍、その南に第17軍がそれぞれ配置されており、将兵40万名、下方4100門、 戦車1150両が所属していた。英軍集団は、ヨーゼフ・ハルペ上級大将が率いていた。配備ドイツ情報部は、ソビエト赤軍が、ドイツ軍の3倍と見積もっていたが、実際は5倍であった。巨大なバラノフ、サンドミエシュの両境東方に相対する戦線に、配置する人員が不足していたため、第4総甲軍は、若干の地域において、 防衛拠点で防衛せざるを得なかった。その上、ヒトラーの明確な命令によって、ドイツ軍は日本の防衛戦、ハウトカンプライニーは、互いに非常に近くに構築されており、ソビエト赤軍の下方の射撃範囲内にその、主力防衛部隊を置くこととなった。攻撃は1月12日、午前4時35分、第一ウクライナ戦線がバラノフ教徒歩からドイツ大、 4装甲軍に対する激しい砲撃で開始された。第ズルバイブ装甲軍団所属手団に対して濃縮された攻撃は効果のあるものとなり、ドイツ軍の反撃を無力化した。第68不評手団の大隊長は、私は力不足の大隊で反撃を開始した、ソビエト赤軍の準備砲撃の煙が消えたそこには、招待にしかならない人数が残っただけだったと。 当っている最初の集中砲火の後、攻撃調査に続き、さらに10時からの激しい爆撃が続いた。第3新鋭軍、第4戦車軍の主要な装甲部隊が4時間後、進撃を開始する頃までに、ドイツ第4装甲軍は、最大で、所属火砲の4分の1、所属将兵の3分の2を失っていた。ソビエト赤軍は、消える背で、 ドイツ軍防衛部隊を孤立化させるために迅速に前進した。第4装甲軍の装甲予備戦力は、中心部隊である第24装甲軍団に委ねられたが、軍団が消えるせに到着した時、すでに裏をかかれており、重い損害を被った。さらに第4装甲軍南側面を担当していた、第イズルバイブ装甲軍団は、北方の 第ルキシ軍団の多くの部隊と同様に完全に撃破されていた。1月14日までに、ソビエト第1ウクライナ戦線は、ニダ川横断、ラドムスコ、バルタ川へ進撃していた。第4装甲軍最後の指揮系統が通じていた、最後の部隊、第24装甲軍団は司令官ネーリングが、撤退を決意した1月16日夜間まで、キエルセ周辺を保持した。 1> 第1ウクライナ戦線北方の第1城、ロシア戦線は1月14日、マグヌシェフ、プワビ両共党歩からドイツ第9軍への攻撃を開始したが、これは重爆撃で開始された。第5打撃軍と第8新英軍がマグヌシェフ共党歩から進撃している間、第33、第69軍がプワビ共党歩から 30km 進撃していた。 第2、第1新鋭戦車軍は、突破口を利用した後、それらを委ねられた。プワビ共闘補からの、第69軍の進撃は特に成功しており、防衛している崩壊した、ドイツ大 LVI 装甲軍団は防衛戦から、退却中に分断された。ドイツ第9軍は、多くの局地的な反撃を行ったが、これらはすべて跳ねのけられた。 第二新鋭戦車軍がソハチェフへ向かう間、第69軍は最後の防衛戦を撃破してラドムを占領、さらに第一新鋭戦車軍は共闘法を拡大するためにピリッツァ川を越えてリッツマンシュタット方面へ攻撃していた。一方、ソビエト第61軍とポーランド第一軍は、 南からワルシャワを包囲する間、第47軍は、ビスラ川を横断、北からワルシャワへ進撃していた。これに対するドイツ軍の唯一の大規模な、反応な1月15日に行われ、ヒトラーは、グデイリアンのアドバイスに対して、東プロイセンから、ディートリーヒフォンザウケン率いる、大ドイツ師団に第4装甲軍の地区にできていた、突破口を防ぐよう命令したが、 ソビエト第一次ロシア戦線の進撃のため、目的を達することなく、ウッチで停止せざるを得なくなった。これをカバーしていた第9軍が退却するとき、バルタ川南西に撤退せざるを得なかった。1月17日、コーネフは新たにブレスラウに向けて、所属の機械化部隊を向かわせ、第60、第59軍に、 クラカウを抜けて、オーバーシュレージエンの工業中核地域へ、南側面に対する攻撃を開始するため、武器を複合化させた部隊を用いることを命令された。クラカウは、第59軍と第60軍による、包囲の後の1月19日、大した損害もなく、占領。その後、第4位新鋭戦車軍と共に、ドイツ軍を攻撃。ドイツ軍は、 急激に撤退せざるを得なくなくった第一ウクライナ戦線の第二段階の目標は、はるかに複雑であり、オーバーシュレージエンの産業地域すべてを包囲して、確保することを命令されていたが、そこで、ドイツ第17軍と遭遇した。第21軍が、北からこの地域を包囲する間、コーネフは、第十九軍と、第六十軍に、正面へ進むよう命令した。 コーネフは、第3新鋭戦車軍に、ブレスラウへ向かって南下、オーデル川沿いに、上流へ遊撃しながら向かう、要命令、ドイツ第17軍の撤退を阻止した。そうした中、撃破された第4装甲軍の残存兵はなおも、ドイツ国境への脱出を試みていた。1月18日までに、ネーリングと、第24装甲軍団は彼らが考えていた。 撤退路が北方で塞がれていることを知り、包囲から逃れた大陸騎士軍団の残存兵を吸収しながら西へ退却した。大陸騎士軍団の残りの多くがプシス派周辺で包囲され殲滅された。ノームで覆われる中、第24装甲軍団の戦闘部隊は1月22日、バルタ川に到着し、フォンザウ県の部隊と合流して、 最終的に、ソビエト赤軍が攻撃を開始した時にいた地域から 350km 後方へ撤退してオーデル川を渡かできるようになった。1月25日、シュルツは、カトビッツの周辺で発展中の都市部から、部隊の将兵10万名を撤退させるよう、要求していた。これは拒絶されたが、シュルツは1月26日、再度、要請を繰り返し行った。 コーネフが損害を受けていない地域を安全にしている、相場、シェルナーアワシュルツが1月27日の夜間に部隊を撤退させることを認めた。第1ウクライナ戦線の北側面で第4戦車軍はオーデル側進撃の戦闘を務め、シュタイナウアインデアオーデルで大規模な共闘法を確保した。第5新英軍はオーラウの上で第2の共闘法を確保した。 構成の北部戦区ではドイツ第9軍は守備一貫した抵抗はすでに行えず第1白ロシア戦線も急速に進撃していた。ワルシャワ後方に配置されていた第36装甲軍団は近隣の第2軍の戦区であるビスワカワへ押し戻された。A 軍集団司令本部がワルシャワからの撤退命令を出したため1月17日までにワルシャワは占領された。 ソビエト第二新英軍と第三打撃軍の部隊はワルシャワ放棄の後、ドイツ軍によって荒らされたワルシャワを見て衝撃を受けていた。ヒトラーは要塞の放棄に激怒、陸軍総司令部作戦部部長のボギスラフ・フォンボニーン、大佐を逮捕、第9軍と第36装甲軍団の司令官を罷免した。1月18日、南の 第8新英軍がウッチに到着する間、第2新英戦車軍は、オーデル川へ押し進み、1月19日までに、それを引き継いだ。第1新英戦車軍は、ポーゼンを包囲するために1月25日、移動を開始、翌日、第8新英軍は都市へ激戦を交わしながら、包囲するために進んだが、最後に占領されるまで、ポーゼン包囲戦が激しく長く行われた。 第一白ロロシア戦線北東で東プロイセン攻勢に参加している第二白ロロシア戦線司令官コンスタンチン・ロコソフスキーの部隊は1月23日までにビスワ川川口の三角地帯でバルト海に到着ドイツ中央軍集団を東プロイセンで孤立させることに成功したーゼンを包囲した後ソビエト第一新鋭戦車軍はドイツ国防軍 国民突撃隊の各種部隊からのまばらな抵抗を受けながら、オブラ川周辺の防衛を固められていた地域へ深く侵入していた。そこで激しい抵抗に遭遇したが、そこにはキュストリに要塞への侵入路が存在していた。ドイツ軍は再編成を行い、バイクセル軍集団を編成、防衛のために少数の予備部隊を生じることとなり、 大 VSS 山岳軍団は2個予備風評師団を保持、オブラ川沿いに配置、ティルシティーゲル防衛線として知られる、戦前の国境線の防衛には、クアマルク走行的弾兵師団が補強として、配備された。軍事歴史家 RGE 向きは、以下のように進撃を解説した。25日、重古府配下の主力は、ポーゼンを通過。 ベルリン東40マイルのオーデル川で真にしえ、キュストリン方面へ進撃した。ソビエト赤軍の進撃は巨大な除雪機械のように見えた。そして、ワルシャワーからポーゼン、そして、ベルリンへと狙いを定めていた。ドイツ英軍集団の全部隊が点と歯の間に挟まれ、オーデル川の対岸へ押し戻されていた。ドイツの右側にはヒトラーが数日前に編成した。 バイクセル軍集団と呼ばれる、機関軍集団以外、何も存在しなかった。アールゼムック1945年1月25日、ヒトラーは3つの軍集団の名称を変更。北方軍集団は、クールラント軍集団。中央軍集団は、北方軍集団。英軍集団は、中央軍集団とそれぞれ変更された。第二新英軍と、 第5打撃軍はほとんど抵抗を受けずにオーデル側へ到着。第5打撃軍所属部隊は凍った川をとか、1月31日には、キーニッツを占領した。ソビエト赤軍最高司令部は、作戦が2月2日に終了したと宣言。ドイツ軍の防衛力が、大幅に急速な衰えを見せたため、最初、中古府は、ベルリンへこのまま直接進撃することを望んでいた。 しかし、ベルリンへの攻撃を行う前に、ポンメルンの第一白ロシア戦線の剥き出しとなった、北側面が受けたドイツ軍の反撃のために、東ポンメルン構成で、ドイツ軍をポンメルンから片付けることが重要であると、ソビエト赤軍最高司令部に確信させた。1月27日、コーネフ率いる。 1> 第1ウクライナ戦線所属第60軍配下第322狙撃兵士団はアウシュビッツ強制収容所を解放。そこでホロコーストの証拠を発見した。アントニー・ビーバーらによるとソビエト赤軍将兵は多くの残虐行為、略奪行為を行った。ソビエト赤軍の進撃の結果、 何千ものドイツ人が西側へ脱出、イギリス、アメリカ両軍の進出船まで逃亡しようとした。1月の間、ドイツ軍は、ソビエト赤軍の進撃路である、ポーランド、東プロイセン、シュレイジエン、ポンメルンの地域に存在する強制収容所、捕虜収容所の収容者を避難させ始めたが、西へ数百キロメートルもの強行軍を行わせ、 かなりの数の人々が途中、死亡した。ビスワ・オーデル構成は、ソビエト赤軍の大勝利に終わった。数日以内に、ソビエト赤軍の部隊は、ポーランドのほとんどを手中に収め、ドイツ本国国境内へ深く侵入、数百キロメートル進撃した。この攻撃により、ドイツ英軍集団と抵抗していた、残存戦力の多くを破壊することとなった。しかし、 シュレージエント・ポンメルンでは、東プロイセンで行われた継続的な戦いと、同様に、ドイツ軍がしぶとい抵抗を行い、ベルリンへの最終攻撃が数ヶ月遅れることとなったが、その間、ドイツ軍はこの戦線における戦力を、もう一度再確立させた。ありがとうございます。